私はダメな母親なんです。そのように自分を責めるのは自分を幸せにするためです。はい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターカチです。ライフスキルの学校へようこそ。ライフスキルの学校では親の生きづらさを解消するライフスキルと子どもを自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで今回のテーマは。 自分なんて嫌いや自分なんて価値がないんや自分はダメなんやというような自己否定ののメカニズムでございまますここようなことはありませんか自分は子育ても家事も全然完璧にできないそんな自分はダメなんや。 って自分を否定するママ友と比べて自分ができていないところばっかり見つかるそして他の子と比べてうちの子は成長が遅れているんじゃないか自分の育て方教え方が悪いんじゃないか自分のことを責めてしまうえ自分が母親で子供には申し訳ない子育てに自信がない。 そのように自分を責めたり追い詰めていると不安とか恐れで心が落ち着かない些細なことでイライラしてしまうでストレスによって心も体も疲れやすくて体が壊れてしまうそして今を楽しめないじ自分から人間関係を切ってしまうそのような問題が起こり得ますそしてそういうふうに自分で自分のことを責めたり否定しているときに よくありがちなのが、無理やりポジティブに考えようって。自分ならできる、自分ならできる、自分ならできるって、この自己否定している自分を押し殺して、蓋をして、無理やりポジティブに考えようというポジティブ、コーチング的アプローチ。これはね、短期的には楽になるんですけども、長い目で見たら、ほら、問題は解決していないから、同じようなことが違う場面で起こってしまうんですね。では、どうしたらいいのか。 ここです、ここ、問題の本質、ここのメカニズムを知ることが大事なんです。なんで自己否定するのかということです。今回は、この自己否定のメカニズムを明らかにします。そして、この自己否定している自分とどういうふうに付き合っていったらいいのか、そこも、ねえー、丁寧に解説していきますので、えー、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。最後まで聞いていただけると、心がスーッと楽になる、それを保証します。 はい、こんな感じで僕は、ねえー、と親の生きづらさがスーッと楽になるような、えー、と考え方であったり行動習慣そして子供との関わり方を紹介していますので、えー、よければ概要欄で、ねえー、と公式 LINE とかもチェックしてみてくださいインスタでも発信しています、はい、じゃあねちょっとやっていきたいんですけどちょっと飲みますねはいでねまずなんで自分で自分のことを責めるようになったのか なんで自己否定するようになったのか。それはね、やっぱり幼少期の影響がものすごく大きいですね。幼少期。幼少期というと、特に親子関係ですね。親との関係性の中でね、えー、まあ自分がね、こう、こういた中でね、こういるじゃないですか。ね 子供,子,供子供ちゃんがこういてね、えー、親がこういるわけでねお親、親がね、こういるわけじゃないですか。まあ親っぽく見えないけど、お父さんとお母さんがこういるわけでね、えーねえー、このようなことはありませんでしたかって言ってね、えー、テストで100点取ったやったーってこう喜んでいる、やったーって喜んでいる、喜んでいる時に、調子に乗るな。調子に乗るな。とか、まだまだ頑張りが、まだまだ頑張りが足りない。 というようよに否定された、ね、自分は一生懸命頑張って成果が出たのに調子に乗るなって言われた。つまり喜んではいけないんだ。自分を褒めてはいけない。肯定してはいけないんだ。そのようなマインドが植え付けられますよね。でもしくはこの自分が失敗しちゃったっていう時ね。失敗した時に、えー、っとね。なんで、なんでそんなことしたのって。なんでそんなことしたのとかね。ね ママの言う通りにやらないからよと。言う通りにしないからというように叱られるとね、失敗してはだめなんだ。そしてうまくいかないといけない。期待に応えないと私は認めてもらえないんだってなりますよね。自分の存在を肯定できない。肯定できないんですね。 自分は何かしら成果を出さないといけない。で、成果を出しても調子に乗るなって言われる。ね。だから、親の期待に応えないといけないし、えー、まだまだ自分は足りていない。不足感がお、不足感を感じるようになりますね。ね。つまり、自分の外側にアンテナを立てるようになるんですね。これ、周りの期待に応えてるかなって。ね。周りの人に迷惑になっていないかなって。 自分の心がここにあるのに、自分の心の中ではなく、外側にアンテナを立てて、そっちの期待に応えようとするんですね。そうしないと、自分の存在が肯定されないからとなってしまう。つまり、自分で自己肯定できないんですね。自分で肯定できない。だって、自分の外側にアンテナ立ててるから、自分の内側で自分の心を認めることができないんですよ。ね、外側にアンテナ立てて,立て,てるから。 だから、自分の存在を肯定するために、えー、周りの期待に応えようと。周りの顔を伺か,かって、周りの要求、要望に応える。そういう行動であって、振る舞いをするようになるんですね。これをストロークですね、ストローク。ストロークっていうのは、えー、ポジティブな存在肯定っていう刺激です。存在肯定を感じられる刺激。自分はここにいていいんだとかね、愛されているんだっていうようなポジティブなストロークを得るために、 周りの人に働きかけるようになるね、人の役に立つような行動をしたいね、そうしないと自分には価値がないんだっていうふうに思ってしまうから、はいね、これが自己否定のメカニズム、自分自身でこれ自分自自身で自己肯定できない、これが自己否定のメカニズムね、そう、自分の発言とか行動によって、なんでそんなことしたのとか、調子に乗ってはいけませんとかね、自分が風邪をひいたときだけ、えーあの、お父さんとお母さんに面倒を見てもらえる。 ね、そうすると、普通の自分の時はダメなんだと。自分が何か問題を起こしたり、困った状態にならないと、助けてもらえないんだって、そういうメッセージが、ここのマインドに植え付けられてきますね。うん、これが一言で人生脚光になっていくんですね。人生脚光、ね。自分は人とどのように関わって生きていくのか。自分という人間はどういう人間なのか。それが、親との関わり合いによって、いろんなシナリオが、いろんなシナリオができてくるんですね。 これプログラミング、プログラムされていくんですよ。自分,、ね、あ自分を優先してはいけない、女の子らしくしないといけないって、ねえー、成果を出さないといけない、役に立たないといけない、このシナリオができてきて、で今もこのシナリオに沿って生きているということなんです。で今のシナ,リオシナリオに沿って生きているから、いわゆるこの自己否定のシナリオですね。自己否定。自分で自分を否定する。もっと頑張らないといけない。 成果を出さないといけない、役に立たないといけない、そういうシナリオに従って生きているから、私は、そしてあなたは自己否定しているということなんです。はい、で、この時に、まずね、その人生脚本に従って生きているんだけど、その人生脚本自体を否定してはいけない、これがすごく大事なんですよ。そういうふうに自分のことを責めている、自分のことに罰をつけている、その状態を否定しない、そうなんですよ。これやっちゃうんですね。 それがさっきの話で、蓋をするってことですこれ、ね。自己否定しているここの自分。この本音の声じゃないですか、ね。自分なんかダメなんだ。その自分に、お前、お前出てくんなって。傷つくから出てくんなって蓋をしてしまう。こうするとね、こうしてしまうと、この子がね、いわゆるブレーキになるんですよ。ブレーキ。ブレーキになって前に進めなくするんだね。あのー、前に進めなくさせるんですよ。そう。で、まず第一に考えないといけないのは、この子がいたから、ね、この子、この子がいて、 この子がいて周りの期待に応えて、えー、そんだけじゃ足らないよ、もっと頑張らないとって、そのこの子が頑張ってくれたから、今、あなたは生きているんですよ、ね。この脚本に従ったから、今死んでいないんですよ。生きているんですよ。確かに生きてるわけじゃないですか。なので、この子のおかげなんですね。この子のおかげなんですよ。だから、この子に対してまずは感謝しないといけない。この子に感謝することが自己肯定の始まりなんですね。 はい、という流れの中でね、もう少しね、えー、話して、もう少しちょっと自己否定、自己否定のことについて話していきたいんですけど、え自己否定、なぜ自己否定するのかってことね、さっきのこの子です。この子、この子はなんで自己否定するのかってことです、はい。この子はあなたを守るために自己否定してるんですよ。これ、防衛規制っていうんですかね、防衛規制ね、心理学のようでね、ちょっと防衛規制かけるかな、えっと自分の心を守るために、えー、無意識にやってる。 心の動きです防衛規制というんですよ。この自己否定するのは防衛規制であるということです。この防衛規制をしないことには生きていけないから、自分を守るためにやってるんですよ。だこの子は敵ではないんですよこの子。このピンクの子はね、味方なんですね。自分を守るためにやってるということです。はい、でどういうことかというと、ねあのー、もう傷つきたくないっていうかん感情なんですね。もう傷つきたくない、もうこれ以上は傷つきたくないって思ってる自分がいて。 その自分を守るために守るためにねえっとやめときってやめときってこれ以上やっても失敗するよって言うんですねそうすることでえ新しいことに挑戦しないじゃないですかそうすると失敗するっていう経験がなくなるってことなんですねやらないから失敗しないんですよねそれとかえまな,んなんでそんなことやったのって なんでそんなことやったのダメねって自分の意否定するでしょそうすればね周りの人があなたを怒らなくなる。怒らない。 で自分で自分のことを責めてたらすいません、すいません、すいません、すいませんって言ってたら怒らないでしょ。怒らないでしょ。ね、でも自分が失敗してミスした時に平然としてたり笑っていたら周りの人からやっぱり怒られますよね。でか、なんでそんなことしたのって自分で自分のことを責めるのは自分で自分のことを責めることで周りから責められるのを避けようとしているんですね。避けようとしているんですね。そういうことなんですよ。 はい、新しいことに挑戦したら失敗する、その失敗という経験を避けるってことであったりね、えーっと、そうしたら傷つくわけじゃないですか、もう傷つきたくない、これが本音なんですよ、もうこれ以上傷つきたくない、自分はここにいてもいいっていうその感覚を得たいんですね、もう嫌われたくないんですよ、もうこれ以上ないんですよ、もう無理なんですよ、だからその最後の一歩のところで、心を守ってくれてるんですね、さっきのこの子が。 この,この子が守ってくれてるんですよ。守ってくれてるこの子を閉じ込めたり、この子を責めたりする必要はあらへん、あらへんなんですよ、はい。ここが大前提です。まず、自己否定のメカニズムは、まずこう,いうかこういう流れで、えーっとねえー、自分の人生脚本が出来上がってきたと。そうすることで、自分で,、えー、自,分で自分を守るためにいろんなルールとか禁止令を作ってきた。それが自己否定の人生脚本でございます、はいで。その自己否定するっていう理由は、もう傷つきたくないってこと。 そうすることで挑戦することにブレーキをかけることで失敗しなくなるし「なんでそんなことしたのダメな母親や」って自分で自分のことを怒ることで周りから怒られることを避けることができるということなんですよ。はい、これが自己否定のメカニズムです。なので大事なこと自己否定からちょっと楽になること、ね、自己否定と上手に付き合っていくためには、ね、言い換えればこの子です。この子 この子と上手に付き合うってことなんですよ。この子を閉じ込めたり、この子を否定したり、この子を閉じ込めたりするんじゃない。この子、自分のことを守ってくれたこの,子この子と上手に付き合うということ。これが自己否定を緩める方法なんですね。はい。じゃあそれをどうしたらいいのかってことです。はい。どうしたらいいのかね。3つのステップで解説しましょう。ステップ1ね。ステップ1ね。えー、じゃあまず、その子に名前を付ける。 これ大事なんですよ、ね、その子,なそ,の子その子っていうのは自分の頭の中でね声が聞こえるじゃないですか自分のことを責めてる声がねまたこんなことやったらダメな母親ねとかね、えー、なんでそんなことしたのまたし同じことを失敗したあなたは母親失格やどうせ失敗するからやめときって自分のことを責めたり自分のことを嫌ったりするその,その子に名前をつけるんですねどんな名前でもいいですよ、ねえー、例えば、えー、ア,ドアドバイスするからアドバイザーでもアドバイザーの アドバイザーとかね。まだ、あ、何でもいいじゃないですか。もうどうしよう。アドバイザーにするか。うんアド。アドバイザーでいいじゃないですか。アドバイザーのアドちゃんでも。アドバイザー、アドバイザーの、まあ、アドちゃんでいいアドちゃんとかね。えー、っと、じゃあ、そうやってきっちりルールを、ルールを押し付けてくるくるから、ルールちゃんとかね。ルールくんとかね。まあ、何でもいいんですよ。まあ、その子にとりあえず名前を付けてください。ね、名前を付けて、その次にするのはね、まあ、人形でも何でもいいですやん。人形でも何でもいいから、ね、えー、っと、 こうやってね書くんですよね。こうやって顔描いてまあまあアドちゃんにしとこうじゃアドちゃんアドちゃんアドちゃんなアドちゃんアドちゃんですね。そのここの子にのまあ何でもいいます。のナッツのこれしかないから貼っとくけど人形でもいいじゃないですか。ねこうやってね貼るんですよ。貼ってね貼ってねこの子と対話するんですよこのことこの子と対話するんですね。ね。 この子に名前を付けて、この子に顔を貼ってね、この子に顔を貼って、これもうペラってはがかがれるけど、まあいいやん。うん、この子に顔を貼ってね、えー、こうやって外側に出すと、問題がね、自分から切り離されるんですよ。これが問題解決する上でものすごく大事なことです。生きづらさを緩めるために、ものすごく大切なことです。 自分の中にこの問題を入れていると自分で自分のことを責めてしまうんですね。責めてる自分を責めてしまうまた自分のことを責めたいいつも私はこうやって自分の頭の中に問題を置いてるから自分で自分を責めていくどん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 エネルギーが奪われていく負のループですよね。なので自分のことを責めてるその子を自分の外側に出すんだよ外側に出して向き合って この子と対話する。この子を攻撃せでお前はいつも自分を責めてて攻撃するんじゃないです。この子と寄り添って、この子が納得するような話し合いをするということなんです。いきなりもステップ2まで言っちゃったけどね。えー、ステップ2、はい。ステップ2がそこです。名前をつけたあと、ね。名前をつけた後に、えー、話し合いなんだけど、まずはこの子の声を聞こう。この子の。この子の声を聞きましょうということです。 これすすごく大事ですこの子のの声を聞く、ね、でこの時に大事なのがもうほんまにコーチング力を発揮してほしいんですけど、えー、全工程です。アクティブリスニングってね、これまあ公式 LINE で、ね、限定公開の動画で発信している内容なんですけど、えー、っと赤ペンを置いてその子を採点しようとして聞くんじゃないと。赤ペンじゃないよ。赤ペンを置く。置く で真っ白い髪になって、真っ白い髪になって、この子が言う言葉はまずは全部受け止める。採点しないし、評価しないということ。そうすることで、この子は、この子はね、思ってることを伝えてくれるわけじゃないですか。この子が言ってることを否定すると、この子は思ってることを伝えないんですよ。だから、アクティブリスニングということで、この子が言ってることを全工程で否定しない、採点しない、ジャッジしない。で、受け止めていく。っていうことね。 え全集中で聞いていくてく問いかけとしてはこんなことがいいかな。何が怖いのかなって。何が怖いのかなって。そんだけ心配してくれてありがとうって。何が怖いのとか。何か辛いことがあったのって。何か辛いことあったって過去にあったんかなとかね。あとはえっと何がそうやってね自分はダメなんだってこうやって言ってくるけど何がそうさせてるのかなって。 そうえー、何かできることあるとか聞,く聞いてあげるんですね。これ自己対話なんですよね。自己対話。そう。自分で自分のことを話したり、自己対話をすることで自分のことを理解できるんですね。だから白、ね、白い紙を置いて、白い紙を置いて、何が怖いのかなってね、この子に話しかけず何が怖いんだろう、あとちゃんって。ね、で、それで、えー、出てきた言葉をメモっていくって。 ね二人の、えー、二人でやるコーチングだったら、僕があなたに聞きます。何が怖いのかなとかね、えー、問題を外在化、つまり自分の外側に出してから、この三人で、あなたと僕とこの問題、三人で話し合う感じで対話をしていくんだけど、今回はセルフコーチングということだからね、セルフカウンセリングということだから、えー、自分でその子に聞いていく。何が怖いのって。怒らないから、ね、怒らないから私にお話ししてって、この子の声を受け止めてあげる。これがステップ2です。で、ステップ3。 ステップ4ぐらいまであるかな。はい、ステップ3は、それを言葉にしてあげるね。この子の言葉にならなかった言葉、今まで閉じ込められてたから、自分の言葉を言えなかったんですね。その言葉を、えー、それを言いたかったこの子の本音、本心、このアドちゃんの本心を聞いてあげるんですよ。何が怖いのかなって。うん、もう嫌われることが怖い。嫌われたくないの。嫌われたくない。いじめられたくないの。 ね、何かつらいことあった小学校4年生の時いじめられたの、ね、何がそうさせてるのかなって「うん」えーと「独りぼっちが寂しい」「一りぼっちが寂しいから」とかね「えー、何かできることはある」って「そばにいてほしい」「そばにいてほしい」ねそいしい「そのままの私を受け止めてほしい」ね、この子のアドちゃんが言ってる言葉をちゃんと聞き取って言葉にしてあげるんですよ自分が本当に思ってることじゃないですか。 ね、これがステップ3ですそしてステップ 4, ステップ4が、えー、っとこの子にメッセージを送ると、ね、この言葉を受け止めた上で受け止めた上で、ね、この子、この子、このアドちゃんにねアドちゃんが自分の親友やと考えてください。自分の親友がもう嫌われたくないって小学校4年生の時にいじめられて、えー、っと靴隠されて一人ぼっちやったのとかねお母,さんにお母さんにずっと暴力振るわれてたの。 で自分の友達があなたに、ねえー、言いました、そうやって言いました。じゃあ、あなたはそれを何て言いますかアドちゃんを自分の親友やと思って自分、自分じゃない、自分の親友やと思って、この子にかけるメッセージを、ね、かけてあげてください。ね、嫌われたくないあ、嫌われた、嫌われたくないんだねって。昔、そんなつらいことがあったんだね。そんなつらいことがあったから、今、私のこと心配してくれてるんだねって。 一人ぼっちが寂しいんだね。この世にいてはいてもいなくてもいい存在なんだと。そういうふうに思ってしまうのが辛いんだね。私は価値がない存在なんだと。そういうふうに自覚するのが辛いんだ。苦しいんだね。この子の言葉を受け止めてあげた上で、この子にメッセージをかけてください。あなたは一人じゃないよ。私がずっとそばにいる。何があっても私はあなたの味方だから。どんなことでもいいです。 自分が声をかけてほしかった言葉をこの子にアドちゃんにかけてあげるんです。はい、これがステップ4になります。はいね、ステップ4。このもメッセージをかけるときのポイント、かけるときのポイントとしては、えー、評価の基準を下げる。基準を下げる。基準が高い可能性がありますよね。完璧しないといけない。全部料理を手作りしないといけない。基準が高いから、基準を下げるようなメッセージね。基準を下げるようなメッセージだったり。 えっと、自分を責めてる。責める自分さえ受け止める。責める自分さえ受け止める。ね、さっきもありましたね、この話ね。この責めてる自分、この自分がいたから、ね、自分はここまで生きてこれたんですよ。この自分は頑張ってくれたんですね。頑張ってくれたからこそ生きてこれた。だからその自分を責める必要はあらへんですよ。はい、肯定するということですね。責める自分さえ受け止める。ね、はいそういうことです。 そう,いうことそういうことをポイントにしてメッセージを伝えていきましょうということでございます。はい。ということでね、今回は、えっとね自、自己否定のメカニズムのステップ4を紹介しましたね。ステップ4、ステップ1は、えー、その子に名前を付ける。自分の頭の中でいろんなことを言うてる。その子に名前を付けて、自分の外側に出しましょう。これがステップ1です。そしてその次ね、その次は、この子の声を聞く。何が怖いのかなって。何か辛いことあったっ。何がそうさせてるのって 優しく聞くでそのその質問に対する答えを言葉にしてあげる嫌われたくなかったんだね小学校4年生の時いじめられたんだねそういうふうにえ苦しんでいる辛い自分寂しい自分に対してそしてこのアドちゃんに対してメッセージを送ってくださいあなたが言われたかった言葉なはずですそのメッセージを送るこういうことを何度も何度も自分の中で話すででききれば信頼できる人に 自分はこんなことでつらかって責めていたんだっていう話をするとスーっと楽になると思います。で、誰に話すのかもちろん選んだ方がいい。僕みたいなコーチでもいいし、カウンセラーでもいい。でもそれは有料です。お金がかかってしまうから。そばにそういうような友達とか信頼できるパートナーがいたら、それはベターでございます。はい。ということでね、今回は自己否定のメカニズムについて解説しました。ね。最初からはちょっとまとめと。まとめで振り返っていくと。 自己否定っていうのは幼少期の親子関係によって、えー、自己否定の人生脚本が作られていて。いて でその人生脚本に従って今も生きているから自分のことを責めているんだってことですね。100点取った時に調子に乗るなって言われたりまだまだ足りないって言われたりなんだろうな、えっと、失敗した時になんでそんなことしたのにママの言う通りにやってたらよかったのにって怒られたりね。自分の存在が肯定されていない。自分は誰かの役に立たないと人、えー、人の人に誰かの役に立たないとここにいてはいけないんだ愛されないんだってその感覚が根付いたから愛されるために親に捨てられないために、えー、周りの期待 に答えるそして何々してはいけない何々すべきだっていう禁止令やドライバー的な役割そういうシナリオを自分で作って今もそのシナリオに沿って 生きていいるととうことですだから自分で自分のことを否定するんだとで自己否定について理解しないといけないのはもう傷つきたくない自分っていうことを守るために防衛規制として自分で自分のことを責めているってことです自分で自分のことを攻撃しているのはそれを守ってるんですね攻撃するしながら守っているんですね、うん、やめとき失敗するってことで失敗する経験を防いだりとかね自分で自分を責めることで周りから怒られないようにするとかねそういう意味です なので、まずは自己否定しているこの子、この子の自分、この子をまずは否定しないってことがすごい大事だよね,ねってこと。で、4つのステップはこうだったね。さっきも言った通り、ステップ1はその子に名前を付ける。問題を外側に置いたら楽になるから。で、この子の声を聞く。そして言葉にしてあげる。メッセージを。 送るこんな感じでございます。はいということでね、今回は自己否定のメカニズムにメカニズムを紹介しましたけど、僕はなんだろう親の生きづらさを解消する、そして心がちょっとでも緩むような発信を、この YouTube でやっていきたいと思います。で、YouTube だけじゃなくてね、えー、ここのね僕はね公式 LINE もやってて、公式 LINE では親と子の生きづらさをひも解く、ライフスキルの学校ということでえ、普段24万円の有料講座でやっている講義を、その動画を限定公開という形で、週 週に1本3ヶ月配信しています、ねえー、いつこれちょっと終わるか分かんないんで今,や今まだやってますので、えー、概要欄からチェックしてみてください。公式 LINE 登録していただいたら週に1本、えー、3ヶ月間届きます。ね、でそれ見てあちょっともんないなと思ったらいつでも解除できるからいつでも解除できるからとにかく概要欄をチェックしてみてください。ということでございます。こんな感じでしょうか。 はい、ということで、アイアムはスター、ユーアースター、自ら輝けば世界は輝くあ、あとチャンネル登録もよろしく、あといいねボタンもよろしく、コメントもぜひ励みになるんで、はいえー、もう一回いきましょう。アイアムはスター、ユーアースター、自ら輝けば世界は輝く、ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイイ